ウィンザピー、どうもカンタです。今回もいつも通り MC バトルの話題について紹介していこうと思うのですが、最近皆さん巷で話題になっているこの MC バトルご存知でしょうか。 This4U MC バトルですね。約1ヶ月ほど前から突然開催が告知されたこの大会なのですが、本当に謎多きい大会ですよね。ただ出場メンバーが本当に他の大会の本戦レベルに豪華なので、今回紹介させてもらいたいと思います。実はね、この大会には伝説が生まれるんじゃないかって思われる要素がいくつもあるので、それも紹介できればと思います。そして僕の励みにもなるのでチャンネル登録と高評価もよろしく。それでは行きましょう。まずそもそも This4U MC バトルの存在自体を知らなかった方もいらっしゃるかもしれないので、ここで説明したいと思います。この This4U MC バトルですが、最近にしては珍しい完全フリーエントリーの大会です。最近よく見られる戦国 MC バトルや外戦 MC バトルといったバトルの本戦は、基本的に主催やオーガナイザーの方が呼んできたバトラーによって戦われるトーナメントが多いのですが、今回のこの大会については、なんとエントリーを希望すれば全員がエントリーできるという大会なんですね。今のところエントリーメンバーもなんと72名超えと、とんでもないトーナメントになりそうです。フリーエントリーのバトルで面白いところは、やっぱり今まで有名じゃなかった MC が突如下克上を起こすというところにあるんですよね。この代表例で言えるのが戦国令和杯のスクリューさんでしょう。スクリューさんというと戦国24章であったり様々なトーナメントに現在引っ張りだこの MC ですが、このスクリューさんの人気に火をつけたのが戦国令和杯という大会だったんですよね。ゲストバトラーとしてベスト32から呼ばれたスクリューさんなのですが、ライブそしてバトルで本当に伝説を作っていたんですよね。あの時の大きな箱ではなく小さな箱だったからこその一体感というものが、その後の人気を生んでいったようにも思えます。やっぱりですね、 MC バトルは小箱から伝説が生まれると言っても過言ではないわけです。そして開催される会場も渋谷ファミリーということで、戦国令和杯と同じ会場ということで、この小箱で開かれるということがこの大会が伝説になるのではと考えた一つ目の理由になります。それでは二つ目の理由は何なのかというところですが、それは出演者にあります。二つ目にこの大会が伝説になるのではと予測している理由について、フリーエントリーにもかかわらず出演者がとても豪華というところにあるんですね。本当に戦国本戦や UMB でも好成績を残された MC たちばかりなんですよね。例えば戦国23章でベスト4にまで残った母の子宮さん、 UMB 栃木代表にもなられているマカさん、他にもニドラアサシンさん、ユーマさん、アマテラスさんといったベテラン MC もいますし、さらに最近若手で一気に脚光を浴びているチャンスさんや、アイドル兼ラッパーとしても活躍されていたマダラさんなど、本当に出場者がこれ本戦レベルで豪華なんですよね。ということでフリーエントリーにもかかわらず、このいつでも下克上が起きてもおかしくない状況、そして強豪 MC たちがたくさんいるというのが伝説が生まれるのではないかという二つ目の理由です。それに加えてライブも非常に豪華ですからね。なんとスペシャルライブにはあのスクリューさん、スクリューさんのライブは皆さんに一度体感していただきたいですね。現場で見ると本当に盛り上がりますから。さらに先ほど紹介したニドラサシンさんやマカさん、そして司会はなんと初司会であるモグラさんと、モグラさんの司会すごく楽しみですよね。きっちり仕切ってくれそうですもんね。というですね、盤石のメンバーでこの大会は行われるわけですね。本当にね、こんな MC の方たちとすごく近い距離で MC バトルが見られるっていうのは小箱ならではですからね。そういった点でも伝説が生まれるのではないかと思っています。そして3つ目に紹介するのが、ここ最近こういった小箱でのバトルがなかったということなんですね。最近やはりこの情勢下ということで、声を出して判定をしたりであったりとか、 MC たちを間近に見られるバトルというのが非常に少なかったわけなんですね。そういった状況下だからこそ、今回のこの This4U MC バトルは小さな箱で多くのメンバーが戦うということで、今までになかった面白さが皆さんにも感じられると思います。大きな会場で行われる MC バトルはすごく作り上げられたショーを見る感覚に近いのですが、小さな箱だとみんなで舞台を作っていくという感覚なんですよね。この会場全体で楽しい雰囲気を作っていく、そしてそれを味わっていくという感覚は、本当に現場に行った人にしか味わえない感覚だと思うので、東京近辺にいる方はぜひ来てみてはいかがでしょうか。おそらく僕と同じヘッズの皆さんは、舞台の上にいるアーティストたちがすごく身近な存在に感じられる機会になると思います。というわけで This4U MC バトルが伝説が生まれそうということで紹介してみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。もしかしたらこの動画で This4U MC バトルを初めて知ったよという方もいらっしゃるかもしれません。そんな方はですね、ぜひ This4U MC バトルの公式 Twitter の方をリツイートするとステッカーがもらえるということなので、そちらから情報を確かめてみてはいかがでしょうか。もちろんね、僕も現場で遊ばせてもらうので、ぜひ皆さんも見つけたら声をかけてもらえると嬉しいです。多分 DJ タイムの時とか一番前で頭振ってると思うのでね、その時に声かけてもらえると嬉しいです。個人的にこの大会は本当に行かなかったら後悔するような大会になると思うので、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。カンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんな
コンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。今回の This for You MC バトルに残念ながら時間がなくていけないとか遠いのでいけないって方に朗報です。この This for You MC バトルのベストバウトは某有名 YouTube チャンネルで配信されるとのことです。僕ももちろんどのチャンネルかは分かっていないのですが、ぜひそれを楽しみにしていただければと思います。それにしてもね、本当に小箱の空気っていうのは一度皆さんに味わっていただきたいと思います。都内に行けないという方もね、ぜひ地元のヒップホップイベントなどを楽しんでみてはいかがでしょうか。